はい、じゃあ植物とその可能性の話をしますけど、まあこれはね、どの階層で話すかによってめっちゃ難しい話なんですけど、でもちょっとだけ本質的な話すると、じゃあ花業界の人は花が売れるためにこんな風にしなきゃいけないとか、でなんで花って増えた方がいいんかなとか、なんでグリーン増えた方がいいんかなっていうのを別にひねくれてるわけじゃなくて考えたんですよ。じゃあ花がめでる人が増えて、花の生産量が増えたらプラス笑顔が増えるかもしれないな、マイナス花運ぶための二酸化炭素増えるだろうな、輸送量増え、輸送するトラック増えるだろうなってことは、輸送業界は儲かるけれども地球は喜んでんのかな、じゃあ農薬の量増えるよね、それって河川を喜ぶんかな、河川が喜ばないってことは海も喜ばないよな、でも農薬のメーカー喜ぶよな、プラスとかマイナスでやっていくと、なんで花って増えた方がいいんかなってちょっと思い始めたんですよ。だから花って増えたらいいとか、植物と扱ってたらいいとか、単純な話で済むんかな。それはもう例えばもっとスケールの大きい話で言うと、サハラ砂漠がね、緑のジャングルになればアマゾンが今度は大丈夫なのかっていうね、であそこが砂漠緑化することによって本当に地球にとっていいんか悪いんかっていう大きなスケールの話から、植物ってじゃあ都心の目の前にあったらあっただけいいんかってなると、それもまたね実は疑問で、12、3年前に出た本で、観葉植物は石油製品だって言い切ってる本があるわけですよ。名著観葉植物なんで石油ガンガン重油抱いてね作ってて、もう先が結構限られた産業だなってちょっと思うんですよ ね。自分はできるだけ無加温室で育てれる植物とかにもう特化していくしかないな。だからもう多分ガンガン重油抱いて胡蝶蘭バンバン咲かせて、とりあえず夜の銀座に掘り込んどいて店に飾ったら捨てるっていうような時代は終わんないと、植物やってるからとか増えたら OK っていうツールではない気がする。だからユニクロが花屋やるって言い始めた時に、なんでやりたいのかなって言ったら、上の命令だからしかないんですよ。全然思想ないなと思って、そんなんなんですよ人間の活動行為なんて、全然本質的じゃない。だけど産業っていうのは、じゃあサステナブルじゃないと、もう優秀な産業じゃないんですよ。は儲かるから やってたらいいっていう時代じゃないじゃないですか。いやでも植物植えたら、なんだかんだ多かれ少なかれ二酸化炭素固定してるでしょって言うけど、この植物は生きてる時、成長してる時は二酸化炭素固定しますよ。わずかばかりかもしれないけど、でも枯れたらもう一回炭素反射するんですよ。炭素ってずっと回ってるから。今はもうカーボンクレジットもすごい盛んな時代になってきてますけど、僕からするとそう単純に植物のなんていうの扱ってるだけで肯定できない部分が出てきてるっていうのが、まあ今の時代なんじゃないかなと。知るってことがもう全てなんですよね。知らないっていうのは一番やっぱり危ないっていうか、やっぱその自分も知れば知るほど知らないことを気づいたっていうか、だって逆を言うと知らない人は知らないことを知らないですよっていうのが、植物の世界でも顕著のような気がする。だけどそれを踏まえた上で、植物にとって誰かのためにできること、世の中のためにできることっていうのは結構多いなと、これはもしかしたらプロダクトとか人間が作り出す工場製品じゃできないことが、こいつとコラボレーションすればできるかなっていう可能性はすごく大きい気がします。